平穏の話。はい。することあるもん。5年目突入で、5年なので5周年ということで、ケオンさんもいろいろ、その DVD だったりなんだったり、いろいろね、今年企画してる、ま、中の、これですよね。これですね、これですな。はい、なんかこう楽しいです。なんか5年前、からかから終わらせていただいている作品に、なんかこう、オンエアとか終わってしまっているのに、いろんなこう姿、新しい姿とかが見せていただけるっていうのは、本当に嬉しいな。だってね、いろんな作品に関わってきて、その全ての作品がそうやってね、5年後にまた、そういう風な新しいね、展開があったりするわけじゃないというか、軽音みたいなことの方が、稀。だからなんかその分、ずーっとそのゆいちゃんたちを一緒に好きでいてくださっている人がいるんだろうなって思うと、本当に幸せなことだなと思って。もう、ゆいちゃん、大丈夫かな、ゆいちゃん。大丈夫ですかねもう。心配になるでしょ、我ながらというか。大学生になってるはずなんですけどね。そうなのよ。なんか。大丈夫かな。ゼミ決めとかちゃんとできんのかな。必修科目とか、うっかり。そう、とか言ってパン教とかちゃんとね。大丈夫かな。なんか、はい、あれですよね。ずっと食堂とかにいそうですよね。はい、あ、でもそろそろバイトもするでしょ。あ、そうですね。ね。ギター買うためにそれこそバイトとかするかもしれない。そうですよ。エフェクター買うためとかね。何のバイトすんの？心配ですね。でもなんか麦ちゃん関連企業みたいなないですか？むいちゃん、その、関連企業みたいなところのバイトみたいなないですか、ね、でもなんか、お茶飲むの好きだから、はい、喫茶店とかでバイトしててほしいです。あー、なるほど。でも大邸宅のプールの掃除をみんなでする会欲しいですよ。ベタですけど。ちょっと、学びストレートみたいです。確かに、よい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 ですね。